イーヤ -81、イーヤ -81 は、ルーマニアの航空機メーカーであるイーヤ・アブラ・ショフによって開発された、軽急降下爆撃機。後期の派生型は急降下爆撃用の装置を廃し、対爆撃機用迎撃戦闘機として設計された。ルーマニア航空隊のみで運用。ルーマニア発の低翼単用戦闘機であるイーヤ -80 の派生型である。 実機垂直尾翼には IAR81 と書かれていることが多く、この表記が当時の正式のものと考えられるが、記述上では e ス8 1または ER-81 と書かれることも多くまた近年の ER、性航空機では ER と表記されることとの整合性から、ここでは便宜的に e ス8 1を採用することとする。 第二次世界大戦初戦におけるドイツ空軍の急降下爆撃機187の挙げた戦火はルーマニア軍部にも強い印象を与えた。ルーマニア航空隊では直接共同機としてイア -37.3839 シリーズ運用してきたが、これらの副用機は航空機としては性能は悪くなかったが作戦機として前線で使用するにはすでに旧式化しており、早急なる。 後継機の配備が求められていた。ルーマニア軍は対ソ連戦の行われていた東部戦線でドイツ軍などと共に極めて厳しい状況下にあった。ルーマニアは自国でも1087のような強力な急降下爆撃機を開発したいと考えた。1941年、当時ルーマニア国産機の中で最も優れた性能を持つ機体であった量産型 E-80 と イナス -80A の機体構造に変更が加えられ、新しい急降下爆撃機としてイス八 -81 の最初の機体が製造された。この機体は14機頭の1025馬力の新しいエンジン E や K14 から 1001A を装備し、操縦席の改良とキャビンへの装甲板の装備が施された。第十七シリーズから高高度飛行用の装置が設置され、 第131シリーズからは操縦士のための防護が一層強化された。50kg 爆弾用の爆弾化は第50シリーズから装備された。E や −81 は E ナス8 0 a 同様に FN 製ブローニング 7.92mm 機銃を装備していた。ルーマニア航空隊司令部は戦局の推移にもかかわらず、 まだこの航空機を急降下爆撃機として使用したいと考えていた。E やマイナス 81A はこれに基づいた派生型で、よく替えは爆弾化それぞれ1機、胴体仮面へは 225kg 爆弾用の投下装置が追加された。この装置は急降下爆撃に際し展開して爆弾を投下するブランコ状のもので、これにより爆弾が尾翼に衝突することを回避するものであった。 この装置は実際に完成されたが、長い支柱のためブランコは、リンが機体の収納庫に収納されるのを邪魔した。解決策は至って簡単であった。支柱は 75mm に短縮され、リン収納庫はわずかに近づけられた。効果的な爆弾投下のため、航空機は60度の効果角度で爆弾を投下するように設定され、投下装置の自動格納装置を装備した。 また、武装には 13.2mm 機銃が搭載された。E や8 1 a の生産は、しかし、ドイツがルーマニアへの自87の供給を開始した、ことで中途で終えられ、多数は生産されなかった。E や8 1 a の 13.2mm 機銃に代わり、イカリア、射精、MGFF、M 機関砲を搭載することになったのが E や8 1 B であった。この機体は主翼構造を回収して大型化した MGFFM を装備し、また操縦席の防御も強化されていた。当初は急降下爆撃機として60機が発注されたが、戦局の変化により機体、中央線上の爆弾化を装備しない戦闘機型として生産された。最初の10機は1942年12月に納入され、 翌年4月までに発注数べてが完成された。完全武装での離陸のためにはエンジン出力が不足であるとはいえ、急降下爆撃の試験は全くの成功率に遂行された。その結果、すぐに最初のロットの生産が行われた。これら第91号機から第105号機までの番号を割り振られた15機の E や81はべて 第8グループに編入され、9月24日に、ウクライナへ投入された。そして、10月15日に、オデッサにおいて、ウイジンを飾った。E いいやマイナス81の武装は、十分に強力であるように見えた。というのも、この戦闘機は6門の7.92ミ、mm、リメートル機銃に加えて3発の100キログラム爆弾、または1発の225キログラム爆弾と2発の、 5 0ラム爆弾を搭載できたからある。だが、その後、製造者たちは、航空機の航続距離不足を懸念して2発の爆弾の代わりに、主翼下に100リットルの燃料タンクを装備できるよう、備えた。1941年末まで、第8グループは、ルーマニア航空隊の内ロシアにおける、唯一の E やマイナス81装備部隊であった。 1942年1月にはこれにそれぞれ12機を装備する第6グループの第58.6162航空隊が加わり第1航空団を構成した航空機は基本的に進撃する地上部隊の航空援護任務に参加したがスターリングラードの戦いにおいて甚大な損害を被ったボルガにおいて第8グループはモロゾーフスカヤに根拠を置いたが パイロットたちはそこで過酷な運命にあった。それでも彼らは約マイナス -1 やミグマイナス -3、ス1 6など当時のソ連の主力戦闘機とも戦い、戦果を挙げた。スターリングラードの大敗後、第6.8両グループのうち幸運にも無傷で生き延びた機体は至急ルーマニアへ撤収された。第8グループはプロヤシティを根拠地として1943年中頃まで。 石油施設の防衛を司さどった。その後、HS-129 襲撃機へ、機種変更を行って、地上部隊への直接共同任務に就いた。第6グループは1943年1月に、首都ブカレストのピペラ飛行場へ撤退し、首都防空部隊を構成した。1943年には、イヤマイナス80.81シリーズの最終型と、 なった E や -81C が初飛行を果たした。E や -80.81 シリーズにおいて戦闘機型の完成型となった E や -81C は E ス -80C と共に 20mm 機関砲を搭載する大爆撃機用迎撃戦闘機として設計されていた。余計な爆撃装置の除去により E や -81C の最大速度は 最大時速 514km に達するようになった。この機体は E やマイナス 80C とほぼ同じであったが、E やマイナス 80C のイカリア MGFFM 機関砲に代わり、より強力なドイツのマウザー製機関砲、MG151-20 が装備された点で異なっていた。MGFFM は MG151 20と同じ合計 20mm の機関砲であるが、弾道特性や相談数の点で不評であった、スイス製エリコン FF20mm 機関砲のドイツでのライセンス生産型 MGFF の改良型であり、より高性能な MG151-20 への換装は戦闘力を大きく向上させたと言える。E や 81C の試作機の一つには、 体重爆撃機変態迎撃用として、1体のドイツ製 210mm ロケット弾、発射筒 WFR-GR-21 がよくかに装備された。しかし大きく重い、この兵器の搭載試験は、不成功に終わり、量産型にロケット弾が搭載されることはなかった。 ブラショフの工場からは1943年末までに161機のイーア -81C が生産されたが、その後このルーマニア最高の戦闘機の生産は中止となった。当時、すでにイーア -81 やイーア -80 では能力不足になっていたのである。代わってイーアではドイツのメッサーシュミット製戦闘機 BF-109G-6 の ライセンス生産型である BF109 がマイナス6の生産が開始れた。これ以前に生産された E a マイナス 80A、B81A、B も運用上の要求から E a マイナス 81C 仕様に回収され、MG151、20機関砲2門と FN 基準4門を搭載した。これらの機体はそれぞれ E a マイナス 80M。80 イーア -81M と呼ばれた。1943年の夏までには、東部戦線のすべての部隊からイーア -80 とイーア -81 は撤退、ルーマニア国内の防空任務に就いた。徐々に戦闘機航空兵団は BF-109 へ機種変更を行い、第2.34.6航空機種理場は混成編成となった。 2009となっていた E アマイナス80と E アマイナス81であったが、それにもかかわらず、これらを装備した部隊はその後も最も厳しい、情勢下において、戦闘任務続けた。ルーマニアの防空戦闘機は、重要地点において、数にも、機材の質にも勝るアメリカ空軍を相手に前線した。プロエシティ・デンへの攻撃はイタリアからの p による攻撃に始まり、 後には、当時最大級の爆撃機 B-17、B-24 が B-51 や約 -9DD などの長距離護衛戦闘機を連れて、飛来するようになった。BF-109 と共に迎撃に上がった E や -80.81 は、当初米軍機パイロットに FW-190 と誤認されていた。それまで、 ソ連方面でしか使用されてこなかった EA-80.81 は、米軍パイロットには未知の存在であったのである。EA-80.81 のうち、特に強力な 20mm 機関砲を搭載し、対爆撃機用の迎撃戦闘機に特化された EA-80C と EA-81C は、対戦闘機用の迎撃戦闘機として用いられた BF-19G。 他の護衛の元前の大型爆撃機を多数撃墜、または強制着陸に追い込み大きな戦果を上げた。ルーマニア最大の軍事要衝であったプロイエシティの石油施設を連合国軍機はついに破壊することができなった。米軍機は、その代わりに中立国であるスイスの非軍事施設をドイツ軍への協力を理由に爆撃、破壊した。 1944年6月にはドイツの要求によりシュピラール・シュナウツェと呼ばれる黒字に白線の渦巻きを描くマーキングがプロペラースピナーに施された。これは正面方向からの数軸国旗の識別を容易にするためのもので様々な機種が使用されるようになった対戦後期では初期に増して敵味方の識別が難しくなっていたことを反映した初期あった。だが、 この指示が徹底されたかどうかは不明である。E やマイナス80.81シリーズは、戦時中に539機の撃墜記録を残し、その他90機の不確定撃墜、168機の強制着陸をさせたとされる。一方、220機の E やマイナス80.81が、敵戦闘機や対空砲火、その他アクシデントにより失われた。 イーアマイナス80.81を狩る激墜王も誕生した。イーアマイナス80.81が防空線に身をすり減らしたプロイエシティは1944年8月23日にルーマニアが連合国へ降伏するまで守り抜かれた。その後8月30日にソ連軍がプロイエシティを占領、翌8月31日には ブカレストへもルーマニア軍と共同でソ連軍が入った。ルーマニアはアメリカの地上軍が初めてドイツ本国領内に侵入した9月12日、米ソとモスクワで休戦協定に調印した。連合国の一員となったルーマニアはかつての同盟国であったドイツなど数軸国に対し戦線を布告し、米軍やソ連軍と共に ドイツやハンガリーを相手とした戦闘状態に入った。それまでルーマニア航空隊の航空機は十字マークを国籍識別表とする数軸国の一員としてセーミカエルの十字と呼ばれる特徴的な黄色い十字型のマークをつけていたが連合国側へ寝返ったことにより以前使用していたよくある丸型のラウンデルに塗り替えていた。だが数字国機の識別用であった。 プロペラースピナーの渦巻き模様はそのまま残された。体もあった。それまで、ルーマニア航空隊で運用されてきた機材も、その多くが同じく追放された。機材の削減により、軍の規模は段階的に縮小された。作戦機は150機に、人員は1万名に削減されることになった。 1945年6月より開始された軍の整理は、まずそれまで3つあった、戦闘機構空団は BF-109 を装備する第1戦闘機構空団と EA-80.81 を装備する第2戦闘機構空団に改変された。1946年6月から再び整理され、第2戦闘機構空団は第1戦闘機構空団に統合された。 BF-109 はドイツ製のものから段階的に廃棄されたものの、国産の BF-109 がマイナス6を中心に、若干のドイツ製機戦闘機としての使用が続けられた。E やマイナス80.81を、はじめ多くの機体は、練習機に機種変更された。その後、ルーマニアでは、ソ連の影響力の行使の下、革命が行われ、人民政府が立てられた。国は、 ルーマニア人民共和国に変更され、王政の中心にいた人物は皆追放された。航空隊でも、組織の主だった人物が追放されたほか、現場の人間も多くが、反社会主義者として追放、特にワイロットたちは、革命騒ぎにあって反ソ連的であったことから極めて、危険な状況を分かれた。1947年8月に開始された三度目の、整理では、 それまで運用してきた多くの機体を破棄することになった。戦闘機は75機以下に削減された。その後、残存する BF-109 や E や -80.81 は、最終的には、ファシストの航空機の落印を押されて1950年代、初頭に破棄処分された。そのため、ルーマニア人の誇る、国産戦闘機 E -80.81 は1、 機も構成に残されなかった。現在 E やマイナス80の復元機が製造、展示されているが E やマイナス81は現在その姿を見ることはできない。E やマイナス80.81シリーズの最後の機体は1952年に退役したとされる。ここに航空機自然機において東欧最大の勢力を誇ったルーマニア航空隊の歴史の 第一幕が終わりを迎えたと言えよう。ファシストの航空機の廃棄後も、輸送機や練習機など、広報支援任務用の機材では、S79、152、3メートル、HE111 など、戦時中の機体が最大限、つまり、機体寿命となる1950年代末まで使用され続けた。BF109 や E 80.81はその、 華やかさゆえ、とりわけ礼遇されたと言える。すなわち、人民政府はこれら戦時中の有名な功労機を破壊することをプロパガンダとして利用したのである。一方、ルーマニアでは BF-109 に代わってソ連製のラ -9 戦闘機が配備されたが、こちらは西側から共産主義者の航空機の落印を押され、これを根拠に西側ではルーマニアはソ連から F109 に代わりより劣ったラマイナス9を押し付けられたと評されている。実際には戦後の新鋭機であるラマイナス9が戦時中の BF109 に総合的に劣るということはなく、せいぜい一長一短といった程度であり、ラマイナス9が劣るというのは共産主義者の作ったものは何でも悪いという西側の宣言に他ならない。これは西側でも東側でも 同様のプロパガンダ合戦が行われていたことの小さな例といえる。戦前、戦後と優秀な航空産業を育ててきたルーマニアであったが、戦後はソ連の計画下に置かれるワルシャワ条約機構に組み込まれ、独自の発展は禁ぜられてしまった。それでもニコライ・チャウシェスク政権の肩入れの下それなりに独自性を持った航空産業を維持したが、 イーア -80.81 シリーズに続く国産戦闘機は現在に至るまで完成していない。ゆえにイーア -81C が現在でも最高のルーマニア国産戦闘機となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。